岡久留米市を流れるスプリングクリーク、城島クリーク。貯水池でもあり、また用水路でも排水路でもある。水を繰り返し使うこのクリークは、訪れるバサーの頭脳と想像と経験を打ち砕いては、彼らをまた魔法のように呼び戻すという。それはなぜ、そんなに脳を胸に、トニーは城島クリークに通い込む。たびたびこの地を訪れては城島クリークの洗礼を受ける。心打ち砕かれてもなおトニーはこの地に挑み続ける。アベレージサイズを幾度かキャッチする場面もあったが、どれもランカーと呼べるサイズには届かず、先日ランカーサイズを仕留めるも惜しくも手元で逃してしまった。使用するタックルはロッドエバーグリーンコンバートスティックヘラクレスの HCSC66ML ヤリニウス、リールシマのアルデバラン、ラインジェル CN503 号、ルナーは OSP ブリッツマックス。ここで釣りとは関係のないお話をさせていただきます。前回の動画でトニーさんは遊戯王デュエルリンクスのガチ釣りと伝えてくれとご要望がありましたので、動画内でお伝えさせていただいたのですが、もっとちゃんとお話ししろとお叱りを受けたので、もう少しお話しさせていただこうと思います。トニーさんはその遊戯王デュエルリンクスでクレームというランクだそうです。使用するタックルはロッドメジャークラフトデイズ DYC661、 リールシマンのアルデバラン GPEI カスタム、ラインジェル CN503 号、ルアーデプスベコンクロー、それをテキサスリグで使用。普通にもがけ、あがけ、その度に全身に快感が走るぜ。へえ、あ、すいません、本音が強い。浅い浅い、めちゃくちゃ浅い。また来いよっちゃ。ここにめっちゃでかい鯉がおる。いつも通り何も来ませんので、喋ることもありませんので、ここで最近僕の見た面白かったアニメをご紹介いたします。ちょっと設定がスパイファミリーとかぶってしまうんですが、 PA ワークスさんのオリジナルアニメでバディダディーズというアニメがあるんですが、あらすじを少し話させていただくと、殺し屋バディである男カズキとネーが4歳の女の子ミリを引き取り育てることになる。仕事は難なくこなす2人だが、経験がなくなれない育児に手を焼く。しかもミリは
2人が暗殺したマフィアのボスの娘だった。2人は殺し屋の仕事をしつつ育児も行う生活を送る。これがまた泣けるんですよ。トニーさんの動画を見るより悪いことは言わないので、そっちを見て感動した方がいいですよ。なんだろう、トニーさんのウォーキングをする際は呼吸が乱れるか乱れないかぐらいが最も効率よくエネルギーを使うことになるのでいいですので、もっと早く歩いてください。貴様のチリ様は最後にジュエリストとして認めてやる。なのでそろそろ本日の動画締めさせてもらっていいですか。あ、そうなんですね、まだ終わらないんだ。本当に諦めが悪い方ですね。前回も言いましたが、チョーカーはその場の魚の密度であり釣り人の力量ではないというデータがあるんですよね。ですのでここにブラックバスはほとんどいません。それでも頑張ると兄さん嫌いじゃないです。でも僕ナレーションするのが飽きたんですよね。正直退屈です。真剣に釣りをされるのも良いのですが、トニーさんは YouTuber ですよね。何か喋ってもらっていいですか。ショーカーを見せるのはプロの方にお任せすればいいです。ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録がとても励みになります。
ではまた次回の動画でお会いしましょう。